はい、皆さん、こんにちは。渡辺です。本日は、線形変換に対する固有値、固有ベクトル、固有空間についてお話をしたいと思います。早速ですけれども、デフィニション624をご覧ください。F を V 乗の線形変換としまして、ラムダを K の元とします。これらに対しまして、FX イコールラムダ X を満たす0でない V のベクトル、X が存在するときに、ラムダを F の固有値、X を F の固有値ラムダに対する固有ベクトル、さらに、FX イコールラムダ X を満たすような弦全体のナッシュ号を V ラムダと書いて、それを、F の固有値ラムダに対する固有空間、このように呼ぶことにします。今ですね、固有値、固有ベクトル、固有空間という3つの、ワードが出てきましたけれども、必ずこれら定義をしっかりと覚えてください。はい。で、これは、線形変換に対する固有値、固有ベクトル、固有空間の定義なんですけれども、行列、正方行列に対しても、固有値、固有ベクトル、固有空間を定義します。どのように定義するかというと、A というのを N 次、K 係数の、正方行列ですね、としましょう。これに対して、φa という x に対して ax と対応させる線形写像、線形 n の、kn 上の線形変換ですね、を考えます。で、そうすると、この線形変換の固有値、固有ベクトル、固有空間を先ほどの意味で、考えることができますが、それらを a の固有値、固有ベクトル、固有空間と、このように呼ぶことにしましょうというわけです。で、だからもう一度見てみると、固有値とか固有ベクトルっていうのは、線形変換でベクトルを送ったときに、ラムダ倍の x って形で書けると言っているわけですから、方向を変えていない、同一直線上にあるようなベクトルという形ですね。で、なんでこういうものを考えるのかっていう話なんですけれども、それはですね、前回の動画で、できるだけ簡単な行列をできるだけ簡単、シンプルな形にしたいと。同値関係、相似で同値関係を入れたときに簡単な形にしたいという話がありました。で、そうすると、不変部分空間を見つけるということが、対応する表現行列が簡単に書けるということに対応してるんだよ、みたいな話をしたと思います。で、その観点から見ると、ここで出てくる、固有ベクトル。なんていうのはまさにその観点から見ると分かりやすくて、次のリマークをご覧ください。F を V のエンド V と書いた場合には、これ V 上の線形変換という意味です。で、X を V の0でないベクトルとしましょう。この時、この X が F の固有ベクトルだっていうことはどういうことかっていうと、X によって生成される V の部分空間が F 不変になっている。F インバリアントサブスペースになっていると。この2つが同値です。ですから、固有ベクトルっていうのは、そいつで生成される部分空間が F 不変になる。そういうようなものであるというわけですね。で、これなぜかっていうことなんですが、まず左、X を F の固有ベクトルとしましょう。そうすると、定義からですね、FX イコールラムダ X。これを満たすような、K の弦、ラムダが存在しますね。で、さらに、じゃあ、これを仮定したときに、X によって生成される部分空間が F 不変かということなので、X によって生成される部分空間から任意ベクトル持ってきます。そうすると、これは定義から Y イコール CX と書けるわけで、で、F 不変だっていうのを見るためには F で送って、またここに入ってくれれば良いということですから、FY を考えます。そうすると、Y っていうのは今 CX だったので、F の CX というふうに、ここを書けますね。で、F は線形写像ですから、ここに C を前に出すことができます。で、FX っていうのはもともとラムダ X でしたから、ここは C ラムダ X になって、ラムダ前、交換してあげて、ラムダ括弧 CX。すなわち、ラムダ CX というのはラムダ Y ですね。ですから、FY がラムダ Y になったので、Y を F で送ってあげても、再び、ここですね。これに入りますよ、というわけです。ですから、最後のところは、こう書いた方がいいですかね。ラム、すいません。ちょっと書き直しましょう。こうして、C ラムダ X と書けるので、
ここをこうしておきましょう。こうですね。はい。で、逆に、今度はこちら側を仮定するとすると、まあ、それはですね、fx を送ると、またここに入るということは、まさに、fx イコールラムダ倍の x というふうに書けるということですから、逆側も、逆の方向も OK です。ですので、つい先ほど定義した、この固有ベクトルというのは、結局何者なんだって言ったら、この F 不変に、まあそれによって生成される一次元の部分空間が F 不変になるような、まあそういうベクトルなんだというふうに思ってください。で、だから固有ベクトルとかいきなり出てきましたが、それは、やりたいこととしては前回の動画で言った、できるだけ簡単な形に、形を見つけたいと。まあ、そのためには不変部分空間で次元の低いものを見つけると良いと。で、まあ、それの一番次元が低い場合ですね。0次元じゃなくて、1次元以上の場合、非次元の場合の不変部分空間で一番小さいものっていうのがこれですから、まあ、こういう場合を考えるんだというわけです。はい。で、一つですね、この固有値、固有ベクトルの例を見ておきたいと思います。まあ、一般的には V がですね、線形空間だとしたときには、有限次元のことを考えることが多いんですが、ここではですね、無限次元の場合をちょっと考えてみましょう。R 上の線形空間として、C 無限級の、まあ、R 値関数を考えます。R 上の R 値関数を考えましょうと。で、そうしたときに、C 無限級の関数 f に対して、その微分 f プライムを対応させるっていうシャドウっていうのは、これ線形シャドウになります。で、そこで、r の元、ラムダに対して、実数ラムダに対して、fx イコール e のラムダ x 乗と、まあ、こういうふうに定義することにしましょう。そうすると、この fx を x で微分すると、もちろんラムダが前に出て、ラムダ倍の fx と、まあ、こういう形で書くことができます。ということは、これ何を言ってますかっていうと、これは、だから d、この微分するっていうのは線形変換になっていて、C 無限 R の。で、そこの、そいつで送ると、ラムダ倍が出てくるというわけですから、これは、E のラムダ X っていうのは、これは DDX の固有値ラムダに対する固有ベクトルであるという、まあ、そういうふうに見ることができますよというわけです。で、固有値、固有ベクトル、さらには固有空間というのが出てきましたが、固有空間というのは、まあ、簡単にわかる通り、V の部分空間になります。それはなぜかというと、まあ、そもそも、部分空間って何だったかっていうのを一応思い出しておくと、ここに過去の定義がありますね。まあ、空でなくて、2つベクトル取ったら、またそいつが W に入っていて、W から、ベクトル取ると、そのスカラー倍も必ず W に入る。まあ、それが部分空間である。いう話でした。ですので、この S1、S2、S3 を確認すればよいというわけですが、S1 に関しては、まあ、そもそも0ベクトルが入ってますので、V ラムダに。V ラムダは空じゃない。で、S2 と S3 に関しても、S2 は例えば XY を V ラムダか2に取ってきて、F の X プラス Y を計算するわけですね。そうすると、F がそもそも線形シャドウですから、FX プラス Y は FX プラス FY になりますね。で、さらに、V ラムダの定義から FX と FY はそれぞれラムダ X ラムダ Y になる。で、最後にまとめてあげればこの形になる。で、同様に F のカッコ A、マスカラ倍を考えると、これも F の線形性から A が前に出ます。で、FX はラムダ X というのが、まあ、X が V ラムダに入るということですから、こういう形で書く。で、結果としてラムダ倍の AX、まあ、こう書けますよというわけです。というわけで、固有空間っていうのは、まあ、V の部分空間になってるんだということが分かりました。はい。で、最後に一つ、まあ、重要な性質を見ておきたいんですけど、セオレムの628ですね。F を V 上の線形、シャドウと、まあ、線形変換としましょう。で、まあ、V は有限次元としておいて、これの、相異なる固有値。あ、まあ、いいですかね。まあ、無限次元でもいいですかね。相異なる固有値、ラムダ1からラムダ m に対する固有ベクトル、x1 から xm というのを考えましょうと。そうすると、それらは、固有値異なるものある、固有値が異なる固有ベクトルを集めてくると、それらは線形独立であるというわけです。はい。で、x1 から xm が線形シャドウだと仮定して、無常を導きたいと思います。
で、だから x1 から xm が線形従属だと仮定すると、まあ、x1 から xi-1 は線形独立であって、さらに xi まで考えると線形従属になると。まあ、そういうような i が存在します。まあ、i の範囲としては、i は2乗 m 以下であるというわけですね。はい。で、そうしますと、まず、この線、こいつらが線形従属だっていうことは、xi が、まあ、この CX1 から XI-1 の線形結合で書けるということですから、なんか C1 から CI-1 の元が存在して、こう書けると。で、かつ、同時に0になることはないというわけですね。で、この3番をちょっと、いろいろ操作したいんですが、まず最初に、この両辺を F で移しましょう。そうすると、左辺は FXI で、右辺は F の括弧 C1X1 プラス点点点プラス CI-1XI-1。まあ、こう形になります。で、FXI っていうのは、XI がそもそも、あ、ごめんなさい。これ、あれですね。データとか書いちゃいました。これ、ちょっと直しましょう。ラムダ i の間違いですね。はい、失礼しました。固有値をベータ i と書いちゃってましたが、ラムダ i というふうにここでしていましたね。ですので、全部書き直しました。もう一回言うと、この3番ですね。xi イコール c1 倍の x1 プラス点点点プラス ci-1 倍の xi-1。これをまず f で移すということを考えましょう。f で移すと、左辺は fxi になります。で、そうすると xi っていうのは固有値ラムダ i に対する固有ベクトルという話でしたので、こいつはラムダ i 倍の xi と、この形になります。で、さらに、この右辺はこう書けるんですが、f が線形なので、この c1 たちとか ci-1 を外に出して、和も分けることができると。で、さらに、x1 から xi-1 はそれぞれラムダ1、点点点、ラムダ i-1 を固有値に持つような固有ベクトルですから、このような形に書き直すことができます。で、一方で、この式を、両辺、ラムダ i 倍しましょう。そうすると、これをやります。すいません。これですね。で、そうすると、これとこれ、この二つを比べます。どういうふうに比べるかっていうと、実際にこの4番引く5番を式として辺辺引きましょう。で、そうすると、左辺は両方ともラムダ ixi なので、これは消えます。で、問題はこちら側で、それは c1、例えばラムダ1引く、ラムダ i 倍の x1 と。点点点で ci-1 ラムダ i-1 倍のラムダ i。まあ、こういう形になる。で、そうすると、そもそも、括弧、まあ、丸1によって x1 から xi-1 というのは線形独立ということを、まあ、そういうふうにとってますね。こうなってる。ですので、ここに出てくる、こいつら、係数っていうのは全て0。で、すべて0になるので、まあ、こいつら0になるんですが、そもそも C1 から CI-1 って何だったかっていうと、ここですね。同時に0にならないようなものであるという話でしたから、まあ、どっかしらが0じゃないので、例えば CJ not 0としましょう。そうすると、CJ が not J じゃないので、このいずれかにこの CJ 括弧ラムダ J 引くラムダ i というのがあるんですが、CJ が0じゃないということは、この後ろの部分のラムダ J 引くラムダ i が0になるということで、ラムダ J イコールラムダ i になっちゃうと。ただ、今 J っていうのは i よりちっちゃいし、かつ、だから i 異なる固有値というふうにしていたので、そこのところに反するというわけです。はい。というわけで、何が分かったかっていうと、F の i 異なる固有値に対する固有ベクトルは線形独立だということが分かったというわけですね。はい。で、一応これで証明することはこれだけなんですが、一つだけ、もう一つ、例を見ておきましょう。先ほども考えたもので、エグザンプル629です。ラムダ1からラムダ m を i 異なる数としましょう。そうすると、 e のラムダ ix というのは ddx で、まあ、この微分を線形変換と見ると、ラムダ i を、固有値として持つようなものであると。は固有値であって、だから e のラムダ ix 乗というのが、固有値ラムダ i に対する固有ベクトルです。で、そうすると、今、ラムダ1からラムダ m っていうのは異なるものだというふうに言いましたが、i 異なる、固有値に対する固有ベクトルは線形独立という話だったので、先ほどのセオレム628を使うと、こいつらっていうのは C 無限 R の中で、
R 乗線形独立になっているということがわかるというわけです。はい。というわけで、今回はですね、固有値、固有ベクトル、固有空間についてお話をしました。というわけで、この動画はここまでにしたいと思います。